キャップコンフォーターはイギリス陸軍が採用していたウール製の帽子である。材質はウールニットである。円筒型をしており、片方または両方の端が縫い留められている。通常、片方の端を畳んでニット帽として着用するか、畳まずショートスカーフのように頭に巻きつけて着用した。キャップコンフォーターの上にブロディヘルメットを着用することもできた。 折り目をつけずに折りたたみ収納することも容易だった。キャップコンフォーターは19世紀末に A 内の軽作業に用いる非公式な作業棒として使われ始め、その軽便さのため戦闘棒としても着用されるようになった。残豪襲撃班の兵士ら、様々な方法でキャップコンフォーターを着用している第一次世界大戦中、キャップコンフォーターは 西房の代用品として着用された。寒さが厳しい冬の残酷においても耳を覆うように引き下げてこむることが,が可能だったためである。また、シルエットが目立たないことから夜間の残酷襲撃の際にも着用された。第二次世界大戦中、キャップコンフォーターはイギリス陸軍の多くの連隊で着用された。 特に訓練や軽作業の際に用いられることが多かった。コマンドスコマンドス記念碑。キャップコンフォーターを着用した3人の隊員をかたどっているブリティッシュコマンドスはイギリス軍人だけではなく他の連合国出身者も参加した多国籍部隊であり各隊員が現代から引き継いだ様々な帽子が着用されていた。これを統一するべく 各コマンド部隊において個別に聖望が制定されることとなった。例えば、第1コマンド部隊では、王立機構軍団の聖望に反を取り、緑色のベレー帽が採用された。第2コマンド部隊及び、第9コマンド部隊では、スコットランド風のタム・オシャンター,ボーンが採用された。第4コマンド部隊やディープ襲撃時の、米陸軍レンジャーなど、その他の部隊においては、既存の連隊や、 国家の伝統と関連を持たなかったため、キャップコンフォーターが製帽として採用された。1942年秋、戦争省は緑色のベレー帽をコマンドスの製帽と定めた。しかし、すでに多くの隊員が愛用していたこともあり、キャップコンフォーターは以後も引き続き使用された。戦後、イギリス陸軍はウォーマーとして知られる防寒具を採用し、 キャップコンフォーターを置き換えた。これはドイツ国防軍が用いた防寒具と同型のものである。ウォーマーは足が縫われていないためバラクラバのように着用することもできる。一方、コマンドスの伝統を受け継ぐ部隊においては象徴的な装備として用いられる場合もある。イギリス海兵隊やオランダ陸軍コマンド軍団ではコマンド教育課程に参加する訓練兵は キャップコンフォーターを着用し、これの終了をもって、コマンドスの象徴である緑色のベレー帽を着用する権利を得るのである。ありがとうございます。